皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、その人の生き様はすべて行動に現れる。クレームから逃げないマインドの持ち方指南書ということについてお伝えしていきたいと思います。クレーム、苦情ですね。意見と言えばいいんでしょうか。お客様から来るものないしは、あとはそうですね、一緒にお仕事をしているパートナーの方から、例えば何か意見をされたり苦言を言われたりとかっていうことが、クレームっていうことになったりすると思うんですけれども、その時にですね、どういう行動を取ったらいいのか、どういう人どういう形で行動すれば、さらに信頼を増すことができるのかとか、そんなことをですね、教室の先生であってもお客様生徒さんとですね、そういうシーンっていうのは結構出てくるはずなんですよ。判断とかいろいろ迷う部分はあるかもしれないんですけどね。それでもですね、おそらく個人事業のレベルでやってる部分においては、会社でトラブルになるほど大きな揉め事は基本起きない予定です。はい、こちらの方のね、私の本にも書いてあるんですけど、127ページですね。クレームの対応の速さは最大の制約体質を作るということで、今回の本がですね、制約の部分を中心に言ってる本だからっていうのはあるんですけれども、制約とか全然関係なくてもですね、クレーム関連っていうのはどれだけ早く対応するかとか、あとは誠実さ、行動ですね、これを見られる場合が多いので、よく逃げがちな方、どうして対応していいかわからないっていう方は、ぜひ今回の動画を見てですね、あなたは一体どういう人に見られてしまうのかっていうことも含めてですね、検討してみていただければなと思って、こちらの方の動画を撮っております。はい、それではですね、続きというか本編のお話をするんですけれども、この特に4項のとこですね、クレームの対応の速さは最大の制約体質を作るって書いてあるんですけど、苦情はもちろん ないに越したことはないんですけれども、気をつけててもですね、クレームって起こっちゃう時ってあるんですよ。どういう時に起こるかっていうと、自分が想定してるものと相手が捉えてるものが違う場合とか、逆のバージョンもありますね。相手の人はそんなに大したことを言ってるつもりがないのに、自分が過大評価、過大にそれを受け取ってしまうことによってクレームだというふうに、捉えて、そして落ち込む場合とかがあるんですけれども、本当にこう商品の欠陥云々っていうところがあった場合のクレームっていうのはどういう対応になるかっていうとですね、ちょっと科学的にそれはお話をしています。本にもね書いてあるんですけど、まずですね、なぜクレームが発生するのかっていう話なんですけど、4大要素があるわけですよ。まず1つ目は商品サービスの欠陥、これは基本言いたくなりますよね。だってその商品はその内容でその値段だから買ってるのに、そうですね、すごく極端な話を言うと、その商品買ったのに部品が欠けてたから商品動かなかったって言ったら、そのサービスを享受できないから当然文句言いますよね。そういう内容とか、あとはその対応のまずさとかですね、例えばそのものを買う時とかの店員さんの態度が悪かったとか、説明がとかいう、これはちょっと感情的な部分になったりとかするんですけどね。なので、クレームの対応が悪くてさらにクレームが膨らむっていうこともあるんですよ。これは、教室の先生じゃなくてもですね、会社とかでも、結局私は管理職だったので、部下の不始末を私が代わりに謝りに行くわけですよね。でその内容を聞くとですね、もちろんたまに変な人もいますよ。たまにね。だけれども通常は理性的に事実を中心にお話をしていくと、分かってくださる方ないしはそれ以上言いようがないっていうケースが多いんですよ。じゃあ何に起こってるかっていうと、その初動とか対応の悪さですね、人為的な部分、その商品の欠陥は例えば100歩譲って許してくれてたとしても、じゃあそれをどう対応するか
どういうふうにしていくかっていう方向性を見せる、それがきちんと出せてないとかいう時に、まあ、対応のまずさでさらにクレーム膨らむとかっていうのはよくありましたね。あのぼーっとした、新人ちゃんとかだと余計にその支配人とかの怒りを増長させるとか、そういったこととかもあったりしたのもありましたね、はい。あとはですね、まあ、システム上の問題っていうのはもうシステムなんで、それはもう会社全体で捉えてどうにかしていくしかないことなので、あのここはゆっくりやんないとダメなんですよ。だからすぐに解決できるものではない。で、あとは、まあ、お客様の勘違いですね。これは感情の行き違いになる部分なので、まあ、勘違いをどう理解納得してもらえるかっていうのはあるんですけど、勘違いだったりした場合には勘違いであるということを理解してもらうように会って話して説得しないといけないんですよね。だからクレーム関係で一番良くない対応は、怖いとか自分が辛いからといって逃げること、これが一番良くないですね。あの結局話し合わないとですね、それがあのクレームなのかどうなのかすらわからないっていうのが、まあ、本文になりますよね。なのであのよくそのクレーム対応とか、そのなんていうの、ものすごくこう、しんどくなる方とかいらっしゃるんですけれども、もちろんご自身の対応とか発言が悪ければまあまあそれは当然言われる内容になると思うんですよ。だけれどもそうでなかった場合には、そもそも誤解かもしれないっていうことであれば、順を追ってちゃんと説明をし理解して納得してもらえることって、ここには感情はいらないんですよね。だから自分が傷つく必要もないし、まあ、相手の人が例えば怒りボルテージがものすごい上がってたとするじゃないですか。だとしても自分が同じだからあんたもそうですよねみたいな感じで言ったら、こういう風になっちゃうから全然話し合いにならないんですよね。ボルテージが上がっていても一応全部言うことは聞くですよね。でそのバーッと言ってる中の、うん、感情じゃない部分ですね、真実と事実だけを聞いてピックアップする。でそれを冷静に感情を省いた状態で、ということはあの何々さんがおっしゃることはこれとこれとこれということですよねっていうことで内容を確認して、その中のじゃあ今のご要望はこちらのこの内容について対応するっていうことができさえすれば大丈夫なんでしょうかっていうことで、本人がそれでいいと言えばそれを対応すればいいだけで、まあ、会社がお金を出すのかご自身がお金を出すことになるのか、それか感情的な行き違いだったらそれだけで済むのか。でこれは全て謝れって言ってるのとは違うんですよ。ちゃんと中に入っている事実の部分と、それによってその人の感情が傷ついたっていう、これを理解するヒアリング能力がないと、2つのことを同時に処理することができないんですよね。感情だけ処理するとあの事実の方がおざなりになってしまうので、それはまた解決しないですし、事実の方だけやっても感情の悶々としたものが残ると、結局クレームを、解消してもらったっていう気持ちにならないので、そこがまたクレームになってっちゃったりするんですよね。なので、まあ、私の部下にもそうですし、私のクライアントさんにも、まあ、クレーム関係であの逃げたことがある方にですね、昔伝えたことがある話があるんですけれども、最優先されるべきはその心が痛んだお客様の気持ちであって、自分がそれを言われるのが辛いとか嫌だっていうことで後回しにするっていうのはありえないっていうことを言ったんですね。私は自分が傷つく方を優先する、傷つくっていうのをこう守る方を優先するとどうしても初動が遅れます。もうすぐに電話です、ないしは会いに行けるなら会いに行く。クレームに関してはもう初動が大事で、その時間をどれだけ短くできるかがその後の動作を、その後のさらにこう二次発生するであろう大きな問題をどれだけ小さくできるかっていうところに関わってきますので、初動がね大事なんですよ。もうだから私も私の上司から言われていたのが、もうクレーム発生したら今やっている仕事
どうしても納期があってっていうものはしょうがないんですけど、全ての仕事を止めてでも最優先で対応するべきものっていうふうに教わっていたので、私はそういうふうに実際に対応してきたし、その速度で対応すると大きくなるのもかなり小さく止めることができるんですよね。だからまず時間、一つ目すごく大事なのが時間ですね。時間どれだけ短くできるか、自分がね、休みとか休みとじゃないとか全く関係ないんですよ。会社としてはもちろん、その営業時間内ならきっちり営業時間内っていうのでやってっていうのは分かるんですけど、私建築とかブライダルもやってたんで、例えば深夜1時とかにブライダルの担当者から電話がかかってくることとかもありましたよ。明日の挙式の納品の、テーブルクロスを納品してる会社だったんですけど、納品のクロスが違ってるっていう。で、向こうも確認漏れはあれなんですけど、こちらも何重にもチェックして出したはずなのに、それでも人間の手が入る時には何かが、誰が悪いとかじゃなくて何かが起こることだってあり得るんですよね。そうすると最優先するべきは今その状況をどうやって対応できるか。私は工場長じゃないので、工場からそれを商品出荷する、届けに行くっていうことはできないんですけど、なので工場長は、工場の近くに家を会社から出がわれて借りて、最悪のそのピンチの時にはそのまま夜走ることができる体制、タクシーとかでね、その運んでっていうのもありなのかもしれないんでしょうけど、そういう体制を作っていたりとかしましたし、建築もそうでしたね。リフォームが終わったすぐ後とかの夜の電話とかゾッとしますからね。例えばトイレとかお風呂とか水回りをやって水漏れしてるとか言われたら、もう私自身は直せないけど、水道屋さんとか現場担当者、工事ができる人を連れて現場に行くっていうのは早朝だろうが深夜だろうがやってましたからね。それはそういう職業だったからなんですよね。だから職業で責任の重さと対応の方法とかは変わるので、特に病院なんかもそうじゃないですか。生き死にに関わるお医者さんっていうのはね、例えば自分がプライベートでいたとしても、見ている患者さん、かかりつけで見ている患者さんがいて、呼び出しがあればそれ行くっていう、そういう宿命で医者っていう仕事をやってるわけなので、そういった観点から考えると、教室業はそこまで生き死にに関係あるような恐ろしいことになることはほとんどないので、そう考えるとどれだけ早く対応できるかっていうのが、一つクレームを抑えるポイントの一個になってきますね。あとはその時には自分の感情を大事にしないっていうことです。お客様の方の感情をまず第一優先に考えて、なぜ怒ってるんだろう、その真実はどこにあるんだろう、感情の怒りのポイントはどこにあるんだろうっていうのを理解して、それを癒す方向と事実を片付けるっていう、この両方を同時にやっていくっていう必要があります。なので、特に主婦から教室の先生になった方っていうのは社会経験がなかったりすると、誰かにバーって言われると、もうとにかくごめんなさいごめんなさいって謝るだけで、その内容もそこまで言われるような内容じゃないのにそれを引き受けてしまう方っていうのもいらっしゃいます。そうすると次からどうなるかっていうと、もうビクビクして、もうお客さんの言いなりです。その人だけじゃなくて全てのことに関して、要は何か言われるのが今度怖いっていうトラウマができてしまって、全てを受け入れてしまう。そして自分はストレスをたくさん抱えて、楽しい状態で始めたはずの教室運営が全然面白くなくなっちゃうみたいな、必要以上に過度に対応しすぎるのも問題です。で、その時に、ポイント3つ目なんですけれども、話を必ずちゃんと本人と、面と向かうのが一番いいんですけど、距離があるようなものを商品を売ってしまった場合にはできないんですが、最低でも電話ですね。これで話さないとですね、メールではダメです。メールはトライ用で文章の文脈とか内容が全然違うふうに捉えられてしまうので、メールとかだとダメです。だから必ず対面というか人間対人間として喋れる状態は絶対に作らないとダメですね。だからこれをやっぱり逃げる人多いですよね。恋愛関係とかもそうらしいですけど、何かね、読んだのかな、社会現象的なあれで LINE で別れを言うとかね
別れるには別れる原因があって、それをちゃんと伝えるっていうことをやっぱりしなくちゃいけなくて、それは会わないといけないんですよ、どんなに辛くても。なのでそれはそれまで付き合った人に対する敬意ですよね。どんなに辛くてもです。言う方も辛いし、言われる方も辛いですよ、別れっていうのは。私は言う方と言われる方と両方経験ありますよ。別に今っていうほどのことじゃないですけどね。言う方は言う方で辛いんです。言われるのも辛いです。どっちも辛い。でもそうね、どっちの方が引きずるだろうか。性格にもよるんでしょうけど、言われる方が引きずるかもしれませんね。言う方はだって言おうって決めて1年ぐらい前から言葉を用意してる可能性もありますからね。私はそのタイプなんですけどね。いろいろとこうずっとずっと見ながら、やっぱりダメかな、いや戻せるかな、ダメかな、戻せるかなって言って、相当な決意を固めてから言うので、そういうふうになってからもう元に戻るとかはありえないし、ね、自分はもう決意が固まって言ってるから、言ったら最後なんですけどね。でも言われる方はその時が始まりだから、時間がかかる可能性はありますよね。なのでこれ言う方ばっかりとか言われる方ばっかりだとやっぱりバランス悪いですよね。言う方と言われる方と両方経験してると、どっちの気持ちも分かるっていうことですね。だから男女間に関しての別れもそうだし、お仕事のパートナーシップとかも場合によっては終わりにしなくてはいけない関係性っていうのは当然出てくるわけで、人間は多様性があり変化していき変化していくものなので、自分の成長とともに相手が成長してこなければ、当然そのパートナーシップを解消するっていうこともありえますし、相手が成長しすぎて自分がそれについていけないなと思ったらそれで解消することもあり、パートナーシップっていうのも与えられるっていう、このバランスが取れてる時には長く続きますけれども、まあそうでない限りは終わりが来るっていうことですね。私は比較的この人とお仕事をしたいっていう方とは長く続くタイプですし、私の、コンサルタントの先生とかも10年近くになりますけれども、信じてこの人はっていう方は結構長く続きます。なのでそれを見る判断の基準があるっていうことですね。ですから若干話ちょっとそれましたけれども、クレーム対応の、初動の時間はもちろん短くするのはありなんですけど、話すっていう、腹を割って話す、心から誠意を伝える、これができない人はですね、何度でも同じ現象が姿を変えて現れます。同じ現象が一回逃げた現象はもう一回また出てくるんですよ。それは神様論を信じる信じないっていうのはあるのかもしれないですけれども、試練を、要は成長のための試練を与えてるのに逃げるから、また同じ試練が追っかけてきます。神様がね、絶対それ見てて与えるんですよ。クリアすると違う種類の試練が来たりとかしますけどね。ただやっぱりそれを一個一個ちゃんとこなしていくと、かなりメンタル鍛えられますしね。前のこれよりはマシとかね、もう場合によってはもうなんか失笑ぐらいで済ませちゃうような内容とか、やっぱり太くなりますよ、図太くなるし。でそうすると強靭なマインドが作られていくと、小さなことでは動じないし揺るがないし、冷たくなるって言ってるわけじゃなくて、対処の方法を覚えて素早く対処できて、しかも一番いい解決どころの落としどころが見えるようになるっていうことです。だからこれはやってきた数の分だけ鍛えられますよ。なので私は教室の先生もやってましたけれども、それ以上に会社員の、しかも営業職って最前線なので、いろんなクレームを一手に引き受けるんですよね。お客様の窓口ですから、システムとオペレーションが間違ってたって営業が呼び出しをされます。で営業が、新人がいれば若くて若気の至りで間違えちゃって、しかも逃げちゃったとかになった場合で、さらに怒らせちゃったとしても、火消しに行くのは部長職ですよね。管理職が火消しに行くわけですから、さすがに社長を引っ張り出すっていうところまで行くと、それはそれで管理職としての私の腕が足りてないっていうことになるので、どこまで上に行くクレームを自分のところで止められるかっていうのも当然力量を保される部分になりますから、対応してる数がそもそも違うから、教室、自宅教室レベルで起こりうるものっていうのは大概対処できます。
で、それでもどうしてもダメならね、もしかして弁護士さんとか呼んだりとかっていう、障害に近いような何か怪我をしたとか、そこでクレームになったとかっていう時には、もしかしたらそんな手段もあるかもしれませんけれども、基本的にはいけるはずです。そしてそこをやっぱり逃げないっていう癖をつけないと毎回逃げるので、逃げた人っていうのはどういうふうに人から見られるのかっていうと、まあまず信頼されないです。何を言っても逃げるっていうのがもう見えてしまったら信頼されなくなりますから。私はその人の生き様っていうのは、口でいくら何を言っててもですね、全て行動に現れると思ってるんですよ。だから私の場合には限度を一致させるっていうことを自分のポリシーにしているので、言うって言ったことは必ずやります。だから有言実行っていう言葉がありますけれども、これをですね、言ったけどやらないっていうと有言不実行じゃないですか。で、同様にクレームとかそういうのが来た、何か意見が来た、それが誤解かもしれないのに、話し合いもせずにその土俵から降りてしまってどこかに行くっていうのは、ある意味逃げになりますから、まあ、逃げたというその人の信頼感、今まで何かを築いてきたものとかは失墜するし、その人がその後、何かを言ったりとか、まあ綺麗な詭弁を言ったとしても、ないしは理想論を言ったとしても、行動が全てなので、地球って行動する星なんですよ。だから行動した人が評価されるし、だから例えばノウハウをいっぱい知ってても、それを「ああそれね、知ってるよ」っていう人は全然成功しないじゃないですか。ノウハウは知って、さらに行動したからそれでうまくいくっていう、そういう環境になっていくのが、まあ、この地球っていう星のルールになってますので、口だけでチャラ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 言ってる人はやっぱり信頼されないですよね。しかも、ここ一番っていう時に逃げる癖がある人は、結局どんな時でも逃げちゃうんですよ。だから一度そういう姿を人に見せると、まあ信頼されなくなるし、それまで築いてきた信用なんて簡単に吹き飛びますから。信頼を築くっていうのはものすごく大変なんですよ。一つ一つが全部真実の行動で積み重なるものだからです。なので、小さなクレームでも何でもですね、とりあえず最速で話を聞いて対応する、処理をするっていう癖をつけないと、ずっと一生を逃げ続けることになるし、ずっと一生一人で傷つき、自分の中でですよ、勝手に傷つく。勝手に傷つく教室の先生も結構多いんですよね。生徒さんってお客さんはね、全くそんなことを考えてないケースもあるんですよ。私が話を聞いてて、それって本当にお客さんそう思ってる？とかって言って、聞いてみてもらっていい？とかって言って、勇気を出して聞いてもらうと全然話が違ってる時とかがあるので、被害者妄想っていうか、自分の中で妄想癖が強いタイプの人も、人との関係を断ちやすいし、勝手に負のスパイラルに入っていく傾向があるので、ここはね、気をつけたいところです。なので、教室の先生業っていうのは、やはり人に生きる希望であったりとか、夢を与えるような部分もある素敵な職業の一個だと思うので、例えば生徒さんが何かを言ってきたとしても、ドーンと構えてちゃんと聞いて話し合うっていう、これができるような状態を作っていくっていうのが、これからのスタンダード、まあ当たり前っていう領域になってくるので、そういったお客様の声から逃げがちな方は、ちょっとですね、反省していただいて、ちゃんと正面から向き合うと決めて、その目の前の現象から逃げないっていうことが、誠実さを示す一番の行動っていうことになると思うので、ぜひそのことを、主に逃げがちな方、あと勝手に落ち込む方っていうのは、直していっていただければいいかなっていうふうに思いまして、今日の動画を撮りました。それでは。